どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれです。ファイザーのコロナワクチンの2回目今日打ってきまして、ちょっとさっきまでね、昼寝してたんですけど、やっぱ腕痛いっすね。熱はわかんないっす。まあ夜出ると思うんで、まあ安静にしておきましょう。ということで今日なんですけども、こちら裏神秘の次元に新たな奇跡が登場と。はい、明日メンテナンス終了後から裏神秘の次元ダンジョン内の内容が変更されます。ちなみにね、裏神秘の奇跡集めてない人とか新鋭使ってない人とかは早打ちに使っておきましょう。新たにドロップする奇跡は対象モンスターアシスト進化する際に必要になると。まあ見ていきましょうか。はい、次回はこんな感じです。リュウネ、シルビ、シェアとイルムの4体が、ピックアップの奇跡となります。はい、まだ性能は分かんないですけどね、この後見ていこうと思います。ちなみに強化されるタイプはマシンと体力です。なんかまた変な場所ですね。ちょっとなかなか難しそうな気はしますが、まあ体力タイプあるんで体力染めになりそうな気はしますね。はい、そんな感じが今回の内容となっております。じゃあ実際にね、新キャラ見ていこうと思います。いきましょう、こちらですね。はい、明日のメンテナンス後から実装されるキャラたちになっております。じゃあ見ていきましょう。さあ、まずはリュウネから見ていきましょう。リュウネの奇跡をゲットすればリュウネの武器を作ることができます。見ていきましょう。こんな感じです。チーム HP 強化3つに水裂強化2つ、 HP 強化って感じです。 HP 爆盛りできて軽くも出せるんで、結構なんか新ダンジョンとかで強そうですね、水属性パーティーを使う際は。はい、でスキルは全ドロップの6を解除し、水と闇ドロップの2色陣に変化、水ドロップを6、5ターンの間ダメージを半減が11ターンスキルとなっております。はい、これがリュウネですね。まあ、リュウネに関しては HP モリモリプラス水裂あるって感じになってます。はい、続きましてシルビーですね。シルビーに関してはこんな感じ。封印耐性2つに亀裂強化に HP 強化です。スキルは全ドロップ6を解除、木と光の2色陣に変化、木ドロップをロックして、5ターンダメージ半減って感じです。この武器をなんか半減持ってて強いっすね。普通に使えそう。封印耐性2個がちょっと貴族性だとあんま使わないかなみたいなところありますけど、ただまあ5ターン半減武器となれば結構強い感じはしますね。これがシルビー武器です。はい、で続きましてシアトですね。スキルブーストに 2way2 個持ち武器と、うわこれ強いっすね。これはもう強いわ。スキビに way2 個なんでぜひゲットしたいですね。で HP 強化持ちです。スキルは左端も水に、右端を回復に、水と回復から火を4個生成、覚醒無効全回復という感じになってます。いやーこれ強いっすね。スキビと way2 個持ち武器なんでぜひゲットしたい性能になっております。はい、で続きましてイルムですね。こんな感じです。スキブ、封印耐性、十字消し4つ、 HP 強化です。いいですね。でスキルはロック解除に、人光ドロップの2色陣に変化、1ターン HP 全回復に悪魔タイプの攻撃力が4倍です。はい、これまあ十字プラススキブプラス封印武器なんで結構使えそうな感じがします。これが今回の新武器4体って感じです。リュウネに関しては HP も漏れて、スキルもダメージ半減スキル5ターン持ってるんでね、もうマジ強いですね。リュウネ武器は結構ダントツでぶっ壊れてるわ。でシルビー武器に関しては亀裂で軽く出せるし、封印もあって5ターンダメージ半減です。あんま封印使う面がない気もするっちゃするけど、でも裂強で軽く出せるのはめっちゃいいっすね。でシアトに関してはスキブにウェイ2個、もう弱い理由ないっす、マジで最強っす。これはほんと最強新武器なんで、もともと今スキブとウェイ1個あったんですけどね、スキブウェイ2個はマジやばい。でイルマに関してはスキブ封印十字という感じになってます。はい、まあイルマノーコメントで、まあかなり全体的に全部強いと思うんで、まあゲットできればラッキーって感じですね。はい、続きまして既存キャラ情報修正入ります。見ていきましょう。まずはリュウネからですね。小学生に10強増えております。はい、10強増えて覚醒がこんな感じ、特に変わってないですね。まあ10強1個だけだと軽く低いんでそこはちょっと気になるけど、スキルは全ドロップを解除し、水闇に変化、水ドロップをロックして5ターンダメージ半減、これさっきの武器と一緒ですね。リーダースキルは水の HP と攻撃力が3倍、指が2秒延長、水6個で攻撃力が7倍、1コンボ加算って感じです。まあ強化入ったとはいえでもやっぱり極性系であんま強くはなってないですね。まあちょい強化入ったよぐらいの感じ。シルビも超覚醒10強増えてます。スキルはさっきと同じで5ターンダメージ半減って感じで、リーダースキルは木の HP と攻撃力が3倍、指2秒延長、木の6個消して攻撃力7倍、1コンボ加算って感じです。まあ、これもねちょっと強化入ってますぐらいの感じ。同じくそんな強くはないかな多分。さあ続きましてシェアと10強増えてます。ウェイ4つ7強10強バインドプラススキブプラス封印追い打ち、結構火力高いね10強7強ウェイ4つは。水のウェイパーティーってあるかな今、そこがちょっと気になる。最近水ってあれだもんね、列が多いもんね、そこは気になるけど。スキルは、左端を水に、右端を回復に、水と回復から火を4個生成で覚醒無効全回復です。
このスキルマジ読みづらいよな。わからん。リーダースキルは落ち込んなしで、人水の HP が2倍、攻撃力は5倍、ドロップ4攻撃してダメージ軽減、攻撃力が4倍って感じになってます。はい。さあ続きまして、イルム、超学生スキルブーストプラス増えてます。こんな感じで、バインドプラス、スキル4つ、封印7強2つ、無効感2つ、ドラゴンキラー。超学7強あるんで、光のサブとして火力はかなり高いね。スキルは全ドロップの録を解除し、人光ドロップに変化、1ターン HP を全回復して、悪魔タイプの攻撃力が4倍って感じになってます。リーダースキルは悪魔タイプの HP と攻撃力が 2.5 倍、スキル使用時攻撃力が4倍、光を動かしてダメージを軽減、攻撃力が2倍って感じです。はい。さあでこっからですね、なんと関係ないキャラが少し強化入ります。見ていきましょう。まずはヘスティアからですね。リーダースキル、人光の全パラが 2.7 倍、人光同時攻撃で攻撃力8倍、1コモ加算、固定1ダメージです。なんかしれーっとね、強化入るんですよね。ちなみに強化入る理由はマジで全くわからん。で続きましてこちらウラノスですね。こちらもリーダースキル強化入ってて、闇と水の全パラが 2.7 倍、闇水同時攻撃で、攻撃力8倍、1コモ加算、固定1ダメージをなぜか強化入っております。はい。ステースも同じく全パラ 2.7 倍に攻撃力8倍、1コモ加算、固定1ダメージと強化入りました。なんか被ったんですかね。クロノスもこんな感じで、水と闇の全パラ 2.7 倍、木と闇の全パラ 2.7 倍、木と闇同時攻撃で攻撃力8倍、1コモ加算、固定1ダメージです。さあ最後、アストリアに関しても光と火の全パラが 2.7 倍、木か光6個消して攻撃力8倍、2コモ加算です。なんか全体的にね、なぜか調整入ってます。ちょっとこれ本当謎なんですけど、なんか調整入ってるって感じになってます。はい。何なんですかねこれは。まあよくわからん調整もありながら、こんな感じが今回の裏神秘の情報となっております。はい。まあ今回の問題点としてはマシン体力なんですよね。で体力はめっちゃ強いの。体力はめっちゃ強いからいいとして、マシンがあるんですよね。今回リーダーはめっちゃ強いんですけどね、シエルフもマシンなんで使えるし、ロイヤルオークももちろんマシンなんで使えるし、ノーチラスに関してももちろんマシン体力なんで使えるし、デイトナに関してもマシンなんで使えますと。そう、全部使えるんで、リーダーはマジ強いんですよ。リーダーはマジ強いんだけど、問題は結構サブによってくるとこなんだけど。でも体力って1個もいいんじゃん。は？もうこの時点で勝てるわ絶対。もう火属性強すぎやろ。は？ハンソロおるし、ポップおるし、山竹おるし、もう、もう絶対いけるやん。レネブラもおって、もう今回余裕ですね。もうシールフ使ってください。もう余裕です、なんなら。余裕です、これ、本当に。めちゃめちゃ強かった。すいません、本当に。なんか、余計なこと言って。水もなんかいいっすね。水もめちゃめちゃいい感じに強いさばっかりいるわ。で、貴族性に関しては、アルバイトとかはちょっとあれだけどね。で、貴族性に関してはこんな感じ。で、光はこんな感じ。まあ、僕が育成してるキャラだけの一例なんであれですけど、なんか、火属性ダントツな気がしますね、正直。火が結構強そう。やっぱシルフいますからね。あと、ノーチラスに関しては、サブちょっとむずくなりそうだなって感じはあるな。アリナとかって回復だよね、多分。だよね、そりゃそうだよね。結構、貴族性の、なんて言うんだろう、セリカとか、そこら辺が入らないんで、結構ノーチラス大変そうな気はしますね。今回強いのはもう絶対火やろ、多分。多分絶対火が強いと思います。まあ、また明日ね、実際に裏神秘やっていこうと思います。はい、まあ、という感じでですね、今回は裏神秘について話す動画でした。今回結構楽そうですね。非属性パーティー組める人は、逆に属性によっては組めないとかあると思うんでね、そこは頑張っていきましょう。ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。